桃田日記、同日と NHK 大阪で合計4公演あったんだけど、あのリスナーさんが結構来てくれてたんで、ちょっと動画を撮る時間がなかった。今日交流があったからで、4公演分一気に喋るんだけど、記憶が曖昧なところが多いんで、あのネットで MC のテーマをバッとね書いて、思い出されるものをボンボン喋っていこうと思う。で、もういやもういいか、次 MC だけちょっと喋ります。16日だから土曜日の昼公演、まあ、席は C の14で前がちょっとなんだろう、一気にガクンって下がったんで、まあ、見やすい席だったけど、あの12期 MC ちょうど1ヶ月前に大阪で見た時は、あのメンバーはけた後、春なんと12期4人の合計5人が残って12期 MC 入ったんだけど、どっから変わったんやろな、ちょそれは分からんねんけど、誰かメンバー2人、春なんは固定でもう1人誰か残って、喋ってる途中に12期が入ってきて6人で12期 MC みたいな形に変わったんですね。で、16日昼公演は春なん、ズッキーで、なんかズッキーがダイエットしてるみたいな話を最初に2人でしてて、まあ思ったは食いつくじゃん、あの結構狼とかでも寝たいなってたからズッキーダイエット中みたいなね。でその話をしてるところに12期入ってきて、あのアカネチンがまず、あ、嬉しかった話っていうのでトーク始まるんだけど、あのアンパンマンポテトとおやきがどっちも売ってる店を見つけた。で、ハーチンが宮崎牛しゃぶしゃぶを最近食べたみたいな、なんかあの食べ物の話ばっかりをするから、こうズキがだんだんこうってきて、でなんか野中が喋ろうとするんだけど、またそこで春なんかね前みたいに突っ込むと、あの声がやばかったんですよ野中が。で、あのまあ、まあちゃんがね前やばくて、まあちゃんが治ってきたところに野中がなったから、まあ俺ら的には映ったんかなみたいな感じなんだけど、春なんかなんか、あれ野中ちゃん声おかしい、酒焼けって言ったけど、酒焼けってお前みたいな太田のな感じリアクションで、なんか、まあ、ちょっとググってなって、本題はその生田さんに中華街に連れて行ってもらったと。野中行くんだと思ったけど、まあ残念ながらというか2人ではなかった。生田と野中の2人だけで行ったんじゃなくて、ハーチェルと生田の3人で行ったっていうことで、まあまあまあ。で、その中華街で何食べたのみたいなコートとか、結構はあの食べ物の話をトーク展開してるから、もうズッキーの顔がやばくなってきてたんだ。で最後よ、で牧野がなんかドアラプリン、ドアラプリンで、あのなんか野球、あの球団のキャラクターのドアラのプリンを買いだめして食べまくってますと。でもバーンでもうブクブク太れやみたいな、その時の牧野の顔が結構ガチビビリだったんだけど、まあ牧野はそんなビビる系キャラじゃないから、まあ多分作ってるんかとかって思いながら、なんか住みやせんって言ったんだけど、あの俺は初めて聞いたんだ、住みやせん。やけど他のオタが出たーみたいな、来たーみたいな感じだったから、あ、もうおなじみなんかなと思ったけど、それはどうな、他でも出してたんか結構。でなんか逃げの住みやせんとかって言われてたけど、いいんじゃない、可愛いし。で、生田がね、ちょ最近逃げが弱くなってきてるから、ちょっと学んだらいいんじゃないその辺で、昼テーマ、なんかメンバー2人のトークか、それが生田福ちゃんのポンポンコンビ でテーマが家族の話で、最初はなんかお互い弟がおるから、その弟が かっこいいとかかわいいとかモテるとかいう話をしてたんだけど、途中で生田が親、他のメンバーの親から人気があるみたいな話になってなんかなんて言ったかな、福ちゃんパパがもう生田大好きで、なんか
生田と2人で仕事があったらコロッケパン差し入れるみたいな、もう そういう話を福ちゃんがして、もう福ちゃんのパパなんか虜にしちゃったみたいな、生田が。でそれでオタがちょっと反応が良かったもんだから、生田がいけると思ったんだろうな。虜虜ってもうね、ことあるごとに言ってたんですよ、その大阪合計4公演。それはちょっとしつこいですよと。なんか、まあ、虜って別にオリジナリティもないし、だからもう一押し何か、なんか、ね、自分のものにしちゃうような、こう、なんかアレンジを加えてやれば、いけるんじゃないでしょうか。頑張ってください。で、まあなんか、福ちゃんはその虜にされ、ね、自分のパパが虜にされるっていうところで、やめてよみたいなことをね、言ってました。で、まあそれが昼。もう覚えてるとこだけ喋ってるからな。で、夜が、これね、言ってなかったんだけど、一緒に連番入る、九州から来てたリスナーさんが最前引いてくれたんですよ。で、俺前振ったのになとかって申し訳ない、ちょっと申し訳ない感じで入ったんだけど、夜公演。まず12期が、工藤、飯久保の2人で、なんか、ちょっと工藤がバカだみたいな話、舞台があるじゃん、トライアングル。あれの、なんか練習をしてたらしいんだけど、束の間をなんか束の間って呼んでたみたいな、ちょっと工藤がバカだみたいな話の後に、12期入ってきて、で悲しかったことをね、ハガちゃんが、工藤さんに嫌いって言われましたみたいな、で、なんかなんでなんでみたいな、春菜のツッコミが入って、なんかな、なんだっていうか、ハガちゃんと小田の2人で卵が割れる人がバカだみたいなことを言ってて、でハガちゃんが工藤に卵割れますかって聞いて、で割れますよって言ったから、何で工藤からしたらなんでそんな聞くんだろうって感じじゃん。で聞いてみたら、卵割れる人はバカだっていう話をしてたから、自分がバカだって言われたと思って、もうハガちゃん嫌いって言って、ハガちゃんはそれがショックだったということなんだけど、ハルダンがあバカだから間違ってないよっていう面白いね、その展開は。なんか上手いですね、やっぱ。だから春菜やっぱり固定にしてるのは上手いことするからなんだろう。で、いや俺何が良かったってな、卵割れる人がバカだなんて話するかするか、そこが俺なんか素直で可愛いなと思って良かったんだけど、卵割れる人はバカだって聞いたことねえよ。で、ハーチンがなんか12期のオーディションの時の課題曲の話をしてて、牧野に「あ、それハーチン歌えたの?」みたいな「尾形ちゃん歌えたの?」みたいなこと言われてショックだったと。で、野中が何だっけ、月曜から夜更かしを録画し忘れたっていうので、春菜がまあそれも面白いけど、さんまの何お笑い向上委員会面白いからぜひそれを見ろと、資格ですか、資格になってるのは、まあ、宣伝が入ってました。ステマ、ステマかな。で牧野が、なんかママと喧嘩した時にママが家出して、そのまま野球見に行ったということを言ってたね。で最後の、まずあれか、テーマトークあるんか。で、これがな、ちょっとテーマが、こうちょっと見つからなかったんで、何のテーマで喋ったか覚えてないんだけど、なんか第一が、エイプリルフールに、クックパッドにレシピ載せましたっていうことをブログに書いたの?それ知らんかったんだけど、それに対してオタがマジでレシピを作ったらしい。それはびっくりだな、すごいなと思った。よかったじゃん、作った人、指針だぞ。まあ、第一流レシピの
あのレシピをオタが作って実際に載せたと。じゃあ次それあの大志のお母さんが大志のブログ見てるから本当に作ったと思って調べたら、それオタが作ったねレシピが出るだろ。それがあんな、だから大志は何に対してというか、お前らちゃんと作れよっていうことなんだろう。オタはオタのお前ら作るんだったらちゃんと作れって言いたいんじゃないのかあれ。その大志流卵焼きみたいな作ったはいいけど中身に不備がありすぎて、で母親からマジレスメールが大志に届いたと、ね、こういうのはちゃんとしましょうみたいな、オタのファンの皆さんはこういうところが知りたいんだよっていう不備なメールを大志に届いて、大志からしたら私が作ったんじゃないのにと、何が悪いか、エイプリルフールが全部悪いんだよ、あんなもんお前乗るな。でドゥがあの風呂で、これだけだったかなんか、風呂でウルトラソウルを歌ってたらあの父親に反応されたみたいなことかな、まあ、それこれ別にそんなあのドゥにしてはちょっと微妙だと思ったから、ちょっとねあんまり覚えてません。でなんか最後のあの全員並んで一人ずつ感想言っていくので、まーちゃんがね、まーちゃんが今日はお知らせがなんか すごいあの重要なお知らせがありますみたいな言って、でええー、やんでメンバーもえ嘘みたいな感じになったから、何かなんとね、しかもまーちゃんがねすごい笑顔だったんが逆に怖かったよ。あのタナサタンを思い出したらうわってなって、マジかーに なったらあの夕暮れ雨上がりの後ろのってあれ実はまーちゃんがやってますって、もう2段階でずっこけだろ。まずあの夕暮れ雨上がりの庭園のところでなんやそれかと思って、あのてっきりだからあの庭が誰だろう、なんか朝日ちゃんがやってるとかさ、ピタスリの朝日ちゃんがやってるとか、ああそういうことかと思ったら、まーちゃんがやってますお前かいみたいな、